いやー、よかったですね。でもみんなと見れて楽しかったですよ、ずっとね。アーセナルに、アーセナルとアルテタのね、批判ポイント違う人たちのね、声と差別化しながら聞いてくれた人たちからね、ちゃんとサッカーのね、最適解と、てかアーセナル自体全体の最適解をね、知った上でいつかやってくんないかなって今日それやってくれて、それでね、スパーズ相手にこのサッカーしたから、で逆にスパーズもね、シティ戦勝っちゃったせいで、それでね、ちょっと、なんか、問題点を、見過ごしまくったみたいな感じになりましたよね。そんな感じでいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。